キロもっと太ったかな。今これ持って買ってる人がいて、すごい人気なんだやっぱり。じゃーん。私のウェディングドレス姿を見てどうだった？すごい。去年ね、あのダイエットに一応成功したんですけど、そっから半年、結局今5キロぐらいちょっとまた戻ってしまって、パパが2週間後にね、ちょっと結婚式のそのドレスのフィッティングっていうのを予約しちゃって、お気が子や、じんちゃん痩せなきゃっていう、ね、結構やばいかも。でも5キロもっと太ったかな。自己流でちょっと1ヶ月ぐらいダイエットしてみて1キロぐらいは痩せたんだけど、全然うまく減らないから、どんなダイエットしようっていうふうにすごい悩んでた時に、オリーブヤングで本当に今すごい人気で、このプライミールシェイクっていうこのシェイクで今回2週間ダイエットをね、ちょっと挑戦してみようと思います。私のウェディングドレスのために。ちょっとこのパッケージがめちゃくちゃ美味しそうなんだよね。なんかもうずるいパッケージしてるよねこれで、ね、美味しそうじゃない？甘そうね、かなり甘そうな、甘党な私にはかなりありがたい。やっぱりね、ダイエットやってみてその味がもう同じものだったら続かなかったり、美味しくなかったら続かないから、これはね、6種類もあるし、甘くて香ばしいミスカル味、日本でもね今美容のため健康のために結構人気があるミスカルの香ばしい黒ごまラテ味、あー私これ好きかも、スイス産チョコラテ味。じゃあこんなパフが入ってる、甘くてほろ苦なね抹茶味、コーヒーとこの練乳のコラボの味、なんかダイエットといえばこれだよね、こぐまさつまいも味、スイートポテトラテっていう。今の体重を、55.6。やばい、これドレス着たらだいぶここが多分本気モードで頑張りたいと思います。パパはお仕事にもう行っちゃって、なーちゃんちょっと拗ねてもう寝てるので、ね、なじゅはこんな感じで、なじゅにはなじゅ用のご飯を準備して、さあ本気こうやって食べさせてるから、自分が食べる時間とかバタバタしてなんか取れなかったりもするから、ちょっといいじゃんねよ。なんじゃん、どう、美味しそう。抹茶、抹茶、この抹茶味をちょっとまず飲んでみようと思って、こう水を入れるところとかがこんな感じで、ここにもう表記されてるから、なんかシェイカーとか別で買わずにこの中にこの水を入れて完成。ママ、どうだね、うん、なんか注ぎ口も結構大きいから、まあ、ウォーターサーバーがないよって人もこんな感じでもう簡単に入れられる。これまで水を入れて倒して振るだけでもう一食完成。ちょっと飲んでみたいな。すごい抹茶のいい匂い。めっちゃ美味しい。じゃあ人気。人気。うん。これ美味しい。カロリーも書いてあって、こう糖類とか食物繊維なんかも書いてあるから、カロリー低い。なんか私結構粉っぽいあのダイエットシェイクがすっごい苦手で、家にそのちょっと飲みかけのものがあるんだけど、結局美味しくないと続かないから。なんか多分こう噛むからかな、なんかすごい満腹感がかなりある、まあ、だからこうやって一日の中で一食はこっちに置き換えてって感じで、夜みんなでご飯食べるときはご飯食べたり、
結構食べないダイエットすると肌のなんていうの張りがなくなったり、こうツヤがなくなっちゃったりするタイプで、まあみんなそうだと思うんだけど、このフライミールっていうのはもうタンパク質プロテインって言われてるぐらいで、もうタンパク質がかなり豊富に入っているから、やっぱり髪とかね、あの肌にはタンパク質がすごく大事だから、タンパク…どう言われよ、お前すいません、けんじゃ、そう、タンパク質がね豊富なこのプロテインダイエットで、こう皮膚のね健康も保ちながら、普通の食事と比べて500キロカロリーも抑えられるし、タンパク質も入っているし、まあ、健康的にねダイエットしてみたいと思います。ちょっと食後にね、このねアップルサイダービネガーっていう韓国で流行しているダイエット方法のこのリンゴ酢なんだけど、これも一緒にちょっと取り入れてみようと思って、でもこんな感じで、うわめっちゃいい匂い。で、お水を入れて、なんかね、炭酸水とかでもいいみたいだから、炭酸水もありだね。めっちゃうまい。この酢に含まれる酸とかポリフェノールっていうのが、まあ、健康や美容にもちろんいいし、あとその代謝を助けてくれるみたいで、うん、これは結構むくみに効くって書いてあったから、ダイエットとね相性が良さそうだなと思って。今日はね、お昼からちょっとお友達と約束があって、メイクをしながらコグマ味、なんていうのかな、パフ、めっちゃ美味しそうと思って、うん、これは美味しい。うん、これで痩せれるのかな、こんなに甘くて美味しいものを食べながら痩せれるって。で、こうやってね、ちょっと何て言うの、起きたいなって時蓋できるのが最高にいいと思って、だから時間がない時めちゃくちゃ助かる。いつもだったらなんか食べていかないとかあるんだけど、そうなると次の一食がすごい吸収する気がして、なんか体重的には一気に痩せるけど結局戻っちゃう、リバウンドしちゃう。必ずそこの3食食べて、その中の1食だけだったら全然ストレスにならない。カンナムの大きいオリンブヤングに来ました。やっぱり一番目立つ場所に置いてある。今これ持って買ってる人がいて、すごい人気なんだやっぱり。今日はナナちゃんにご飯を食べさせて、もう自分のご飯食べてる時間がなかったから移動しながらの、これしかも私が一番好きなチョコ味。濃厚すぎて本当に美味しい。これがなんか本当この粉だけ持っていけば、あとね近くでお水とか買って出先でも作れちゃうから、バタバタしてて疲れてる時に甘いもの食べたいなと思って、ほんとデザート感覚で食べれるからめっちゃいい。オリーブヤングに行ったんだけど、これ買ってる人がいて、たまたまなと思った。その人すごいスタイル良かったんだけど、意識高い人がこういうのをね飲んでるんだなって。さっきお腹ペコペコだったんだけど、満腹感を得れるっていうのがね一番これが続けられる理由かも。今1週間だったんだけど、このねライブリングっていうのもね、フライミールと一緒に1日に2回飲んでるんだけど、焼酎に混ぜてもねめちゃくちゃ美味しいっていう。焼酎の場合はこう2本入れて、なんかむくみが結構取れるから、し焼酎ともすごい合うの。なんか炭酸水で飲んでも美味しかったけど、このイエロークレンズっていうのがこれ2カロリーしかないの。
ピンクグレンズってやつは 3.5 カロリーしかないの。なんでこんな低いの。ねじゃーん、じゃーん、じゃーん。うん、マジさ、おー、うまい、めちゃくちゃ、めちゃマジんで、でしょ。まあまあまあ、あとじょ、あれあれあれ、めっちゃ飲みやすくなってさ、なんかそんなのいいんで、炭水化物がだからやめられない感じの時とか、うん、まあ食べ過ぎちゃった時もそうなんだけど、これ飲むと次の日がすっごい不思議と体がすっきりしてんの。まあこうやって個包装だから持ち運びしやすいし、これ特許取ってるんだよ、しかも。あ、特許取ってる。だからなんか、なんていうの、真似してる製品とかも出てるんだけど、まあ本物の製品はこっちだから。美味しい、お酒が進むわ。このフライミールでの置き換えダイエットをしてから約ね、まあ、2週間弱経ちました。で、今日がこれからちょっとドレスのフィッティングなので、その前にちょっと体重をね、測ってみたいと思います。体重 51.5。 すごい、2週間で下がってるよね、4.1キロ。明らかにね、すっきりしてて、なんかこの辺の肉とかすごかったのにストンとしてるし、お腹周りも違うし、足も結構スッとした感じがして、嬉しい。が来てたり、普通にまあ外食に行ったり食べてたり出前したり結構してたけど、一食は置き換えってやってたからか、このストレスは全然なく続けられて。で、やっぱ食べないダイエットをすると本当にね、肌の調子とかが悪くなっちゃうんだけど、これ一つで卵白6個分のタンパク質が入っているから、肌の調子もよく健康的にダイエットできた一つだと思ってて、なんか他のシェイク飲んだらなんかお腹が緩くなったり、なんかガスが溜まったりする時が多くて、フライミールはね、乳糖をね、分解する酵素っていうのが入ってるから、こう飲んだ後のね、お腹の調子まで考えて作ってくれてるプロテインドリンクなんです。잘어울린데 すごい。でもさ、この辺が痩せたからだいぶ、いいね。似合うね。似合う、ダイエットダイエット行こう。私のウェディングドレス姿を見てどうだった。本当は泣いたけど、泣かないふりした。隣にちょっとトバ言って音出さないでない。私も大好きです。そうね、一緒にね。で、これってすごいのが、このフライミールにはもうすでに牛乳の成分が入っているから、こうお水を注ぐだけでね、すごく濃厚なシェイクが出来上がるので、カロリーもその分抑えられるし、今回ね、その目代わりっていうのは9点での目代わりがあって、それでかなりお得にゲットできるので、私もね、ちょっとこれ買った大容量のセットもあるし、この持ち運びに便利なパウチもあるし、このフライミールのシェイクスタートセットっていうのが、通常価格が3290円が目代わりで2290円で買えてしまうので、かなりお得。私3種類この味がお気に入りで、3990円が目代わりで2790円で買えてしまいます。そしてね、私もね、毎日ね、1日2回飲んでるんですけど、このライブリングクレンズ、炭酸水で割ってもいいし、お酒とね、焼酎と飲んでもね、美味しくて、これも3690円が2490円。もう本当にね、かなり
目代わりでお得にゲットしてみてください。興味のある方はこのフライミールの9点のページが概要欄に貼ってあるので、そちらからチェックしてみてください。またね、結婚式の準備動画もいろいろとね撮ってお届けできたらと思います。ではでは、アンニョン。